ヨヨー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 とは玩具、またはスポーツの一つである。一般的に木製もしくはプラスチック、金属製の二つの円盤を短軸で連ね、軸、アクセルと呼ばれるに、紐、ストリングと呼ばれる、巻き付けた形状をしたもののことを指す。遊ぶ際は、紐の一端に輪を作り、そこに指を通して円盤の部分を上下させて使う。 遊具としての洋ヨ々ーヨーの起源は古く、多くの古代社会において、洋ヨ々ーヨー遊びが取り入れられてきた。考古学的に見ると、玩具として人形の次に古い起源を持つほどである。本来の起源は中国にあると考えられているが、古代ギリシアにおいても、紀元前500年時点で、洋々に似た遊具が登場したことがわかっている。アテネの国立博物館には、 洋々ヨヨ遊びが描かれた花瓶とテラコッタ製の洋ヨ々ーヨーが展示されている。洋ヨ々ーヨーは交易路を通じてアジアとヨーロッパに広まり、スコットランド、イングランド、インド、エジプトにまで伝わった。フランス革命当時は亡命者エミグレイの遊びとして洋ヨ々ーヨー自体をエミグレット、またはエミグロントと呼び大流行となった。フランス革命の混乱から来るストレス解消に役立つものだと捉えられていた。 ヨーヨーはフィリピンにまで伝わったが、アメリカで大流行になるまでしばらくの間、地元民の遊びに泊まっていた。フィリピンにおいて、ヨーヨーは現代の形状に次第に近づいていった。このため、ヨーヨーは本来フィリピンに起源があり、数世紀の歴史があると主張する者も,もいる。ヨーヨー、ヨーヨーという名前自体、タガログ語のカムカムという意味を持つ単語に由来すると一部には信じられている。 しかし、ヨヨはタガログ語由来ではなく、カムという意味を持つ単語はタガログ語ではダメイティングである。ただし、ヨヨという語がフィリピンで使われていた他の言語に由来する可能性はあり、その理由としてヨヨという単語が印刷物に現れたのは1860年に出版されたフィリピン語の辞書であることが挙げられる。江戸時代中期頃に 中国から伝来した長崎で流行、教皇年間初期には、京阪で売られ、やがて江戸でも流行した。当時は手車、釣り駒と呼ばれた。1933年、昭和8年、洋行帰りの教員が、アメリカ土産として持ち帰り再流行した。いわゆるモダンボーイや、モダンガールと呼ばれたものが楽しんでいたが、訓練を要さず、誰でも、 手軽に楽しむことができたので、サラリーマンや学生の間にも広まり、大阪でヨー,ヨーの競技大会と応募式イベントが開催されるなど、老若男女の別なくヨー,ヨーを持ち歩くようになった。同年、東京、日比谷にあった仮国会議事堂を、警備紹介中の一系らが、職務中にヨー,ヨーで遊んでいたとして、職務怠慢による懲戒免職にところられた。公文社、 大阪市にある同盟の公文社とは異なるより、洋ヨー,ヨーの歴史や遊び方、実際のトリックを解説した専門書、洋ヨー,ヨーの競技と遊び方が出版されている。翌年初夏にはすでにブームが沈静化している。戦後の日本では、1970年代にコカ・コーラの反則品をきっかけにした第一次ブーム、1980年代にスキバン刑事による第二次ブーム、 1990年代にバンダイのハイパーヨーヨーによる第三次ブーム起きている。俗説とは異なり、ヨーヨーが武器として使われた証拠、何らかの武器に由来するという証拠は存在しない。周囲に鋭利な刃物を備えたヨーヨーを武器とすれば、動物の狩りに使用できるかもしれないが、ヨーヨーを安全に手元に戻す方法がない以上、実用的ではない。 武器として使われたという俗説はフィリピンに起源があると考えられる。16世紀のフィリピンでは、鋭利な石を紐に祝えて地上から獲物を買っていた。近代的なヨー,ヨーの起源も当時のフィリピンであることから、ヨー,ヨーの起源に関して混乱が生じたと考えられている。簡単なヨー,ヨーでは、紐の先端は円盤の間の軸に固定されている。軸に紐を巻きつけてから、 ヨーヨーを下に落とせば、紐がほぐれ、かつヨーヨーは回転しながら落ちてゆく。紐が伸びきればそれ以上落ちることができないが、ヨーヨーは完成で回転を続けようとするため、今度は反対向きに紐を巻き込んでよじ登ってくる。この際、摩擦抵抗があるので、じっとしたままだとヨーヨーは手元まで来ることはない。それでは面白くないので、実際には落とすときには投げ下ろすようにして、 初速を与え、上がる時には手を引き上げて、上昇を助ける。このような動作をすることによってヨ溶ヨは素早く、飛び出しては手元に収まるようになる。また、これを応用すると、下向きだけでなく横など様々な方向へ投げ出し、手元へ素早く引き戻すことも可能である。軸を中心にしての回転を用いて遊ぶ点で、駒と共通点がある。 水風船を輪ゴムや紐で吊るした水ヨー,ヨーというものもある。これも水風船を手のひらから離したり引き寄せたりして遊ぶのでヨー,ヨーと呼ばれるが、その運動はむしろ手まりに似ている。簡単なヨー,ヨーでは紐が軸に固定されていた。しかし紐を軸に固定しないタイプが生まれ、遊び方が高度化した。先端を輪にした紐を溶溶の軸にかけ空回りするようにしたものや、 ヨー,ヨーの軸となる部分に、プラスチック製のものや金属ボールベアリングなどの軸受けを取り付け、その上に紐を付けることによって、紐が直接回転軸に触れないようにしたものなどが、それでや、そのまま巻き付けて使えば、普通のヨー,ヨーと同じように使えるのだが、紐が伸びきっても回転を止める抵抗がないため、紐は逆方向に巻き取られず、ヨー,ヨー本体だけが落下時の方向に、 いつまでも回ることになる。しかし、このままだと、紐巻き取る手段がないため、本体の回転軸近くに紐に対する、引っ掛け抵抗となる構造上の突起や、粘着性シールなどを設けておく。そうすると、回転中に、ヨーヨーの紐を引っ張るなどして、紐に緩みを与えることによって、紐が引っ掛け抵抗に絡まるため巻き取ることが可能となる。このような回転のあるヨーヨーは、 回転中は、ジャイロ効果により横に倒れにくいという特徴を持っているため、様々なパフォーマンスができるようになった。ウォーク・ザ・ドッグ、犬の散歩やエレベーターなどは、トリックと呼ばれる技の例である。なお、現在の洋々空転時間、スリーパーの世界記録は2012年の世界大会で、香港のシンプソンボンワイシックが樹立した30分28秒30である。 プレイスタイルにも種類があり、現在では大まかに以下の6つの部門に分類される。過去にまだ名前のついていない仮部門のことを X 部門と呼ばれていた。2000年頃までの世界大会は、主な競技は 1A と 2A だけだったが2000年から2002年に新しい部門が開発された。それが 3A、4A、5A だ。しかし、開発当初は正式名称がなかったため、 とりあえず X 部門と呼ばれていた。現在は X 部門は存在しない。したがって 8A9A13A は非公式部門なので AP 部門でプレイする必要がある。世界的な大会としてワールドヨ、ヨコンテストが存在する。また日本では語呂合わせで4月4日はヨーヨーの日とされ、外国では6月6日であり、ヨーヨーを世界的に有名にした立役者である。 ドナルド会談官の誕生日である。かつてはヨーヨーで遊ぶ人のことをスピナーと呼んでいた。これは1997年にハイパーヨーヨーを発売したバンダイが当時ヨーヨーをプレイしていた人たちの故障として採用していたもので現在では使われる機会が減っている。日本を含めほとんどの世界各国の大会運営組織はスピナーという故障を用いず単にプレイヤーまたは ヨー,ヨープレイヤーと呼んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。